新形成電鉄8900系電車は1993年に登場した新形成電鉄の通勤系電車。6両編成3本が製造された。8800型に続き、VVVF インバータ制御を採用し、新形成では初の軽量オールステンレス車体とされた。車体構造は、形成電鉄3700型を基本にしているが、 独自の仕様も多い。2009年に AE 型が登場するまでは、京成グループの標準機電カロ線全体では、唯一のボルスタレス台車採用形式であった。京成車は、乗り入れ先である京浜急行電鉄の車両規定で、ボルスタレス台車を採用できないため、現在でも、京成グループの通勤系車両としては、唯一の存在である。 神経製発のステンレス製車体であり、唯一のワイドドア採用形式である。そのため、車端部の座席定員は、従来の神経製車と同じ4人掛けなのに対し、中間の座席定員は、形成車と同じ8人掛けとなっている。前面は普通構成で非常扉が設けられ、さらにこれも神経製で、初採用となる排唱機を設置している。前面後半部は、 桜の花をイメージしたミスティピンク、車体の帯色は、車内工房によるもので、クールファインをテーマとして、ふとしたいが、クリアブルー、細体は、チェリーピンクとした。後に細体は、退色が、問題になったため、1999年5月下旬、ゴロよりのチェリーピンクより濃いルビーレッドに変更された。なお2014年8月以降、 同年6月に制定されたコーポレートカラーを用いた新デザインへの変更が実施され、本形式では6両編成化と危機更新を行った8918編成から新デザインに変更された。2015年10月には8928編成、2016年には8938編成が新デザインで出場し、 8938編成は、機器更新と、車内照明 l e D 化も行われている。二代目塗装の8900系客室内装は、暖色系をベースにしており、カーテンなどには神経性鮮沿線の特産品である、梨や、ドウのイラストが描かれている。扉間の側窓は、北0 0線系同様の大、小、大の三分割となっており、 中央の小窓は固定式となっている。以下は統計式で初めて採用されたものである。制御方式は GTO サイリスタ素子による VVVF インバータを採用し、装置構成は 1C4M2 群となっている。主電動機は三菱電機製メガバイト -5018C 型カゴカタチ参照誘導電動機を採用した。補助電源は GTO サイリスタ20チョッパ併用3レベルイグブとインバータを採用した。冷房装置は三菱電気製 CU-715 型集約分散式冷房装置2機、量を採用している。運転台の主管制御機は、神経制発採用となる T 型ワンハンドル式である。段数は8800型に準じた立行4段、ブレーキ7段である。また、 デジタル表示される、計器類も、また神経生発採用である。なお、後年の危機更新で、デジタル表示の計器類は、アナログ表示のものに更新され、合わせて、主回路電流計と制御電圧計は、位置が交換された。パンタグラフには、当時普通鉄道用車両では珍しかった、シングルアーム式を、いち早く採用した。パンタグラフの形状は、 ヨーロッパの鉄道車両や日本貨物鉄道 EF-200 系電気機関車が搭載するものに類似し、形成グループで採用例の多い東洋電気製造製ではなく、更新成功所製である。なお89、8918、8928編成は後に、東洋電気製造製に交換された。 8938編成も危機更新と同時に交換された。全車両日本車両製造が新造。ありがとうございます。